皆さんこんにちは、東徹です。雪道走行中ホワイトアウトに遭遇、正しい対処法とは。前後左右上下感覚を奪うホワイトアウト。雪道で起こることの多いホワイトアウトは、数十メートル先の道路状況も確認できなくなるほか、前後左右上下感覚を奪う恐ろしい現象の一つです。実際にそのような状況下に遭遇した場合、どのような行動をすればよいのでしょうか。正常な感覚を失うホワイトアウトに遭遇した際には、ハザードランプを点灯させ安全な場所に停車するほか、一酸化炭素中毒を防ぐため、換気やマフラー周辺の除雪をしながら救助を待つことを推奨しています。雪に覆われてしまった場合にはエンジンを停止し、換気しながら待機。車で外出する際には防寒具、食料、スコップの携帯を呼びかけています。雪道でのドライブは晴天時では考えられない事態が起こる可能性があります。そうした状況下で運転する場合には、装備や食料品などを車載し、万が一に備えましょう。動画は国道112号線合山道路です。ホワイトアウトで走れなくなる時があります。